そうでございます。鼻水がとにかくですね、ダメだったんですが、素敵なストレッチを教えていただいてですね、今通ってるうちに、歌い終えてしまいたいなと思っております。1曲目ですね、花という歌を歌いたいんですが、作ったのが2月でして、花粉がこんなに来ると思わなかったので、もしそうだったら花なんて歌は作らなかったと思うんですが花という歌を聴いてください。Thank you.
せてしまうかな。それでもいいよ伝えて、ここにでかいんや。そうなんです。だから大きいんです。はい。では続きましてですね。はい。だけども、ですね、続きましてですね、命の歌という歌を歌いたいと思うんですけれども、若い時はですね、生きるや死ぬやなんて考えたことなかったですし、死なないもんやろうぐらいの感じだったんですが、30歳半ばぐらいになってですね、ひょっとしたら死ぬとかあるんかもっていうのを考え出した頃に、自分が死んだら、残された人に自分がどう思ってもらいたいかと、そういうことを考え出してですね、身近な人が亡くなってその人をどう思うっていうのはいろいろあるんですが、どうも僕は自分勝手らしくですね、自分が死んだとどう思ってほしいっていうのを、歌にしようと思いまして、作ったんですけれども、僕は大きい葬式とかですね、なんかでっかいお花とかいらないので覚えておいてもらいたいなと、自分がいたっていうことを覚えておいてもらえたらなと、いう気持ちで作りました。命の歌という歌を聴いてください。かき消される。
と嘘でもいい。何ともなんですけれども、嘘でもいいから覚えていてもらいたいなと。その時は忘れないよって言ってもらって、あと忘れられたとしても、ちゃんと天国には行けるかなという歌でした。では続きましてですね、僕がだらと月の歌、もう最初に花っていう歌を作ったんです、歌ったんですけども、あのようなお昼間をイメージできるような歌はほぼなくてですね、基本は雨か夜かっていう感じなんですけども、太陽ってすごく眩しいんですけれども、自分は太陽になれないなということを感じながらも、自分は月として頑張っていこうっていう、歌なんですが、月の歌聴いてください。歌ってくれる
の歌が聞こえる。道に座るファーストフードでおい乾杯か。居場所を探してたどり着いた。そこは本当に天国か。おっさんたちが作ったこの街で、おっさんたちがゴミになる。それでもしわくちゃの微笑みとダンボールの塩は光ってたんだ。風に蹴飛ばされて、月は欠け始めている。こんな目ん玉でも泣けてくる。地面の亀裂を踏みしめながら、幸せな孤独に愛されて、夢さえあれば忘れられる。今までの別れも消えてゆく。 Yes 1,2,3,4という間だ。この町も人もそれを知ってる。まあこんな感じなんですけど。嬉しいです。西大の町の歌を聴いてもらいました。タウンという歌でした。どうもありがとうございました。先ほどちょっとかっちゃんの、子供の話が出てましたが、と今に最終52歳なんですけど、今子供が2歳なんですよ、ね、びっくりしますね。50の時の子供がいましてね、大変ですよ。俺にそっくりな女の子なんですけど、俺がお下げしてると思ったら間違いないですよ。可愛いですよ。だから同じやから、なんかね、年いってからの子やからかもしれないですけども、やっぱりこう思い入れがありますね。なんとかあと20年は歌いたいなと、元気で歌っていたいなと、そんなふうに思ってます。1年前に酒やめましてね、まあ声が出ようになったんですけど、年間200本ちょっとですか、僕こんなことやってるんですよ。それでまあなんとかこうね、生活をしのいでいっとるわけで、もう年間3本で飯食いたいですね。武道館、東京ドーム、札幌ドームぐらいで、ね、そんな日が来てくれたらありがたいなと思うんですけども、そうもいけないねこれね、200本ちょっとやらなあかんわけでしてね、子供のためにね頑張ります。まあだけど子供ができるとちっちゃいテレビ番組は NHK でも死ぬほどね、いやって言うても見てしまいますもんね。もう俺50回って俺こんだけこんだけトーマス宮中の子だったジェームズ、パーシー、ハロルド、ロージー、スペンサー、スティーブン、全部言えますよ。トーマが抜けてる。ね、
ほんまにもうどんだけおもちゃ買わされるんだよ、ね、こうたらもうすぐ一回こうやっただけでもう投げようんですよ、もうね、トーマスとかアンパンマンなんちゅうのはね、もうこれ大人のブランドで言うたらシャネルですから、ほんまですって、同じ大きさの人形でも10倍ぐらいしますもんね、ほんまやらせたかしね。おげちゃん、すごいのやりましょう。今最も家で歌ってる歌を歌います。ライブでは1個もやってないです。家でずっと子供に歌わされてる。じゃあカバーを1曲。恐ろしいぐらい日本の唯一のかっこいいロックンロールを皆さんの手拍子で知ってる方が歌ってもらえると嬉しいです。 Everybody clap your hands。僕らはみんな生きている、生きているから歌うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから悲しいんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、真っ赤に流れる僕の血を、ヤクザだって右翼だ、やらせてます。アンパンマンを書く前に売れへんかった柳瀬隆がこの歌詞を書いたんですよ。これで食いつないでアンパンマンにつながるわけですけど、柳瀬隆の68で売れたんですよ。すごいですよね。でもこの歌のすごいとこは、子供の時から俺ら歌ってたじゃないですか。で今も俺の子供がこの歌を歌うんですよ。だけど一番の歌詞に、生きているから悲しいんだって、すごくないですか。子供に歌わしようねんからね。俺が悲しいわ。すごいなと思ってね、この歌詞の重みを今感じて最近カバーしています。いい歌やなと思って若干歌詞は変えましたけど、今子供がこの歌詞と全く同じの歌ってます。楽だったって、楽だったって、スーパーで歌われた時は口をこうしましたからね。やばいって言うからね。そんなことアホでしょ。まあ、いろいろ言われたいじゃん。CD をいろいろ出しとるわけでございますけど、配信なんちゅって今ね、CD 出さんでもらうか、配信あるみたいで、だから東京のライブハウスのオーナーが配信会社を始めましてですね、すいません、ゲップしてしまいました。炭酸まで飲んでるから。となんか配信をやりたいと、10組だけうちのライブハウスに出てる10組だけやりたいって言うてもらって、その中に入れてもらったんですけど、と新曲を作ってくれんかって言われてね、めんどくさと思いながら、あるもんでええやんけって思ってたんですけど、作らなあかんかった。自分ではなかなか気に入ってます。この年になっても上には上がやっぱりありましてね、まだまだ要はキングにはなれないわけでございまして、新曲を、新しい新曲を成功すればいいなと思いながら歌ってみたいと思います。じゃあキングっていうのをやります。風に吹かれて、それでも昔よりは新しいんだよ。肌
誰のメンタルのために誰もやらない喜怒哀楽を探しとる。ロックンロールが好きで金魚の糞が嫌いで、もう嘘は嫌だ、俺は俺であるために歌いたい。やってやるぜ、ライブライブライブ、本物に近づきたいんだ。ライブライブライブ、あの人を超えて死にたい。完成気分の汗が笑ってる、それだけ書いてもまだわかんないのって。苦労のメンタルを糧に、俺しかいない宗教の教祖様、ロックンロールで行くぜ、傘も差さずに行くぜ。群れたがるこの国でどんな雨が降ろうと怖くない。見せてやるぜ、ライブライブライブ、本物に近づきたいんだ。ライブライブライブ、あの人を超えて知りたい。King of Life、 あの人を超えて死にたい。使います。じゃあ、OK、ベイビー、もうちょっとやりますか。もうちょっとやっていいですか。イエーイ、あとちょっとだけ、ね、皆さん、今日はあの改めて言うのもなんですが、今日のあの出演者の方々に皆さんもう一度大きな拍手を。最高でした。季節の歌をやりますね。季節の歌なんですけど、福島に、友達がいっぱいいましてですね、この時期やっぱりそのことを思い出してしまいますが、ね、なんか震災があったからどうこうではなくてですね、福島は震災がある前からライブでは行かせてもらっててね、で友達もたくさんいますし、ライブハウスも流れたりなんかしてね、来てくれたお客さんが何人か亡くなったりなんかして、でそれでもなおかつこう続けて生き続けてる街があってね、やっぱり、いろんな仮説もかなり回りましたけども、なんかそんなことを言うて別に自慢してるわけじゃないですよ。なんか本当の春がまだ福島にはなかなかね、これテレビも一切放送していないし、ね、まだまだ地獄みたいな生活してる人たくさんいましたね。早く春が来ればいいなと作った歌をやりましょう。春だよというのがあります。つまらない気持ちこそビルが僕を見下した。どうして手遅れだなんて思ってしまったんだろう。用意された時間が限られているなんて、何も終わりはしない、ただ変わっていくだけ。雨が花にすることを涙が心にしてた。
人は余計なものを背負うから空が飛べないんだ。数えたら桜咲き乱れるから、一つ二つ、シャララララ春だよ春だよ、暖かい春だよ。時々口に出さないと雪は溶けない。いつでも孤独はこの世で一番ありふれた病気。誰かに道を照らしてもらうの待ってるなんて、涼しいにも程があるよ、しっかりしろよ。君が僕にすることを涙が心にしてく。今日は昨日と違う、昨日よりも賢くなりたい。三つ数えたら桜咲き乱れるから、ゆっくりと、ああ
ありがとうございました。でした。